三大モニュメント、三線のメロディーがあってとっても沖縄っぽいです。こちらに来ると必ず頼みます。皆さんこんにちは、竹内です。今私は LAX にいるんでしょうかね。 LAX というのはロサンゼルス国際空港にいるんですが、5月の24日の、インゴルフフィーチャーズトーナメントに向けて、これから世界一周、航空券を使って日本まで行きたいと思います。今回は、スターアライアンスの、世界一周新ホームを使用します。これから、ルフトハンザで、フランクフルト経由リスボンまで行って、リスボンでの観光および、近郊のリッツカートに宿泊して、そこに併設されているホーム上でプレイしたいと思います。今回の世界一周の、ロスをお送りしますので、興味のある方はご覧ください。よろしくお願いします。11時間のフライトを経てロサンゼルスからフランクフルトに到着しました。2時間半の乗り継ぎ時間がありますので、ラウンジで休憩します。こんな感じです。あとでこのトマトスープを飲んでいただきます。フランクフルトからポルトガルのエアライン、タップに乗ってリスボンに行きます。メルカルド・ダ・イベイラにやってきました。いろいろなポルトガル料理のお店があって、フードコート形式になっていて、今7時ですが、フードコートの席は満員です。スペインハムを前菜にして食べたいと思います。ハムはこのお店で買いました。日本でいう亀の手を頼みました。何だと聞いたらブレット、弾丸だって言われましたけど、亀の手です。そう、こうやって食べるそうです。 Thank you。 タコとやったらニンニクがいっぱい入ってる芋焼きと、あと牡蠣を6個頼みました。今日のワインはこれです。食後の散歩をしてたら、有名なケーブルカーの近くの場所でこういうところに来ました。滞在2日目です。これから1日観光ですが、その前に名物のイワシの醤油、干しダラを戻した、種の料理を春食にいただきます。リスボンに来てからついたんですが、こういうジャカランダの木がたくさん割ってます。ジャカランダは確か南アフリカ原産の地中海性気候にある木で、リスボンにたくさん見られます。先ほどのロシオ広場から海に向かって西に進んでいます。大西洋につながる定所川に面した、コメルシオ広場に出まいりました。元々は宮殿だったようです。ベレンの塔に来ました。世界遺産です。定所川の船の出入りを監視していた世界遺産のベルンの塔です。三大モニュメント、発見のモニュメントという塔です。ベレンの塔、発見のモニュメント、ジェロニモ修道院の3つは歩いて回れる三大歴史見物なので、皆さんもぜひ回ってください。道路を挟んだ向こう側にこのジェロニモ修道院が見えますので、徒歩圏内だということがよくわかると思います。今日は2
日目の夜でファド FADO リスボンの演歌プリフィックスコースレストランみたいなところです。トマトとモッツァレラを頼みました。エビのガーリック炒めを頼みました。今日のメインコースになります。スズキの蒸し焼きです。もう一つのメインコースはタコの姿焼きというか、蒸し焼きというか、こっちの方が美味しそうです。長く最初のフネスはデジンタやアリカンビンブクモフワイセオドポフラブタクトラバヤ。最後のデザートマンゴーです。とても食べきれないので嫁に食べてもらいます。なんと山盛りのアイスクリームが来ました。サンジェルジェ城に来ています。サンジェルジェ城からリスボンの街が一望できます。ポルトガル3泊目です。ペンハロンガという、リスボンから約 4,50 分のところにあるゴルフリゾートに来てます。リッツカールトンです。キングクラブのサラダとメニューに載ってましたが、なんかパテみたいなペーストみたいな感じです。それとブラッタチーズとトマトが中に入ってるそうで、これも両方とも美味しそうです。メインコースのラムチョップが来ました。なんとこれで2人前です。レア具合が最高です。でこれはシェフのおすすめポテトで、外側が超カリカリで中は超クリーミーで、一晩水につけてふかしてそれからダブルフライすることで中がクリーミーになるそうです。2日目の夜の食事です。昨日はお肉と赤ワインだったので、今日はロブスターのクリーミーライスにジャンボエビの姿焼きプラスまた頼んでしまいました。ここは私がマリオットの会員であることもあって、今回の滞在中に選んだペンハロンガというリゾートです。ここで3日間ゴルフをプレイしたいと思います。中はこんな感じになってます。ここがヨーロッパ最西端のカボタロカです。この辺の地域は風が強いのが有名で、昨日のゴルフは台風並みの風が吹いていました。私のいる場所の先は新入現金エリアなんですが、朝無視して入っています。特に崖のこいつらやばいです。ペンハロンガの過ごしています。昨日は波の風の中で94を叩いてしまいました。コース的には短く6000ヤードちょいなので、そんなに難しいコースでもないんですけれども、これから2日目プレイします。あ、ちょっと左に落ちた。OK アプローチでした。最初はボギーでした。ナイスパ
アーティスト第2期声を狙っていきたいと思います。感じフェアウェイ右ぐらい。はい。ショートの下がナイスパーでした。5番ホール、パー3、打ち下ろしです。このホールから後ろの組とフォーサムに一緒にやれという指示が出ましたので、このホールの前傾を持っておしまいにしたいと思います。昨日のデスランのメーターに聞くと、12ヶ月中11ヶ月結構台風並みの風が吹くということなので、ゴルフ的にはコースコンディションも考えてあんまりおすすめのゴルフコースではありませんでした。一緒にやってるピーターと、ジョナスです。これがワストロークです。でこのように1800年前半ぐらいの井戸とか水道橋の跡が残っているホールです。今、ホテルの近くのシントラという町に来ています。シントラは、王宮が2つあって有名なとこで、これはナショナル、王宮ということになって、建設期間が、合計で800年間あったそうです。 Century by the Moorish. OK. After that in 300 ポルトガルも最終日になってしまいました。明日の朝の便は早いので、今日はリスボンエアポートの近くのオリエンテという駅の近くのマリオットのホテルに泊まります。その近くのステーキ屋さんに来てます。なんかポルトガルいつもステーキプラスエッグです。フレンチフライはないので、ポテトチップになってます。明日の朝ロングフライトでアナ経由、名護のリッツカールトンにリスボンから渡ります。今日は朝3時に起きました。これからミュンヘン経由、ハンダ経由で名護まで飛びます。ということでスターアライアンスのタップエアポーチュギルのラウンジでこれから食事したいと思います。やっとポルトガルリスボンから、ミュンヘンで、乗り継ぎ時間がなんと1時間しかないので、ラウンジに寄る間もなくアナに乗り着きました。 ANA はほとんどの路線でファーストクラスをやめてしまって、今回はビジネスクラスの周遊券を買いました。リスボンからすでに24時間が経っています。沖縄の名護というか帰省にあるリッツカールトンに到着しました。三線のメロディーがあってとっても沖縄っぽいです。夕食はリッツカールトンの沖縄料理屋さんに来ました。しました。こんな感じで生演奏付きです。ジーマミー豆腐、青森にある豆腐よ、海ぶどう、それと島らっきょうともずくです、代表アペタイザー5品を頼みました。2日目です。今日はスタート時間12時で、ゴルフです。沖縄は、スルーでゴルフができるので、楽でいいです。キセカントリークラブヤンバルコース9ホールこれから始まります。リッツカールトンがキセ別邸という形でこのカントリークラブとともに開発されたそうです。それをリッツカールトンが後から、別邸を買い取ったので経営は別ですが、提携コースになってルームチャージもできます。キセカントリーオーシャンコース5番ホールです。こんな感じのペニシュラグリーンです。こちら側にはリッツカールトン
が見えます。ミツカールトンのコストパフォーマンスの悪い食事に飽きたので、地元の沖縄民謡ライブ付きのチルマンに来ました。値段は5分の2でした。内容はこちらの方が美味しかったです。夕食から帰ってきました。ミツカールトンのフロントの夜の景色です。いろんなリツカールトンに泊まりましたが、ここは数あるリツカールトンの中でも私の好きなリツカールトンになってます。今日は沖縄から明日タイに行くために品川のマリオットに来てます。私はマリオットの最上級会員なので無料でラウンジ使用券がついてきます。冷たい飲み物からポップコーンもあります。なんとラーメンまでついて、久しぶりのラーメンで食べてしまいました。ビーフシチュー、バターライス、ピザ、フォーク、コムタンスープ。皆さんおはようございます。今日は旅の最終段階に来て、世界一周も日本にたどり着いて、沖縄から帰り、今日タイに向かって出発します。羽田の近くということで御殿山にあるマリオットホテルを選びました。バフェスタイルになっていますが、このように卵料理もオーダーできるようになっています。うどんがあります。こちらは洋食のバッグです。はい、こんにちは。鮭、魚は2種類、ご飯、味噌汁、ガリ、これは非常に美味しかったんですが、牛の筋に麻婆と、これはお豆腐です。今回ルイのホテルで朝食を食べましたが、ここが別荘でした。